生に終止符を打った元 XJAPAN のヒデさんです。まずはその短かった33年の人生を振り返ってみたいと思います。今年5月、日本中に衝撃的なニュースが走った。元 XJAPAN のヒデ、突然の事故死。東京築地で行われた彼の告別式には、元 XJAPAN のメンバー全員と多くのミュージシャン仲間、そして全国から延べ7万人のファンが参列。葬儀当日に行った献花を待つ行列はなんと6キロにも達した。あれから3ヶ月、渋谷でヒデが生前企画していたライブイベントが中止されることなく開催。会場は夜通しファンの熱狂に包まれた。ヒデさんというのはどんな存在ですか？もう神様みたいな、3人目の親みたいなね、兄弟みたいなね。その彼氏が死んでもあれほど悲しまなかったと思うし、ビジュアル系、今やこの言葉なくして日本の音楽シーンを語ることはできない。その元祖ともいえるのがこの XJAPAN である。いや、あの突拍子もないビジュアルって今誰もいなかったんじゃないですか。で、あれはもう外国にも前例ないですから、ああいうビジュアルは。その XJAPAN のビジュアル面を演出したのがヒデだった。自らプロデュースした写真集でもその才能を大いに披露している。彼の類稀な感覚についてスタッフはこう語る。スタイルじゃないんですよ。出来上がってスタイルになるんですけど、なんかこうしたいこうしたいこうしたい、出来上がって初めて、あ、こういうスタイルもあったんだなっていう、なんか作りながら。ビジュアルに対する彼の強いこだわり、それは一体どこから生まれたのだろう。今夜初めてその答えが明かされる。未公開映像で綴る知られざる少年時代の伝説、ヒデの素顔が見えた。ヒデの強烈な個性はどこから生まれたのか。その答えは少年時代。ヒデ、本名松本ヒデとは、昭和39年神奈川県横須賀市に生まれた。幼少時代の彼は、我々が知るあのスマートなヒデからは全く想像もできないほど太っていた。少しどちらかって言ったら動きが鈍いかなっていう、そういうところはございましたね。ですから、このグループを作ってね、皆さんの前でこう堂々とね、あのようなスタイルで歌うなんていうふうには、私もちょっと想像はつきませんでした。はい。小学生の時こんなことがあった。給食の時間、校内放送で校庭に呼び出しを受けたヒデ。そこで彼を待ち受けていたのは、なんと肥満児だけのダイエットマラソン。教室の窓から覗いて笑うクラスメートたち。大きなコンプレックスに悩まされながら暗い少年時代を過ごしたヒデ。そんな彼にある一大事が起こる。ヒデ少年13歳、ロックとの衝撃的な出会い。それまで何をやっても三日坊主だった彼が、何かに取りつかれたようにギターに熱中した。高校進学後、ヒデは本格的にバンド活動を開始。それに伴い、自分にある試練を与えている。2ヶ月で20キロの減量。ロックミュージシャンに欠かせないビジュアル的要素、一日一食食べるか食べないかの生活を続け、まるで別人のように変身したのだった。この時、ビジュアル系の元祖ヒデが誕生した。そしてこの頃、彼のファッションセンスを大きく開花させた意外な人物がいた。それはおばあちゃん。大正生まれで175センチの長身、美容院を経営し
いつもモダンなスタイルを追求していたおばあちゃん。ヒデはそんな彼女から多大な刺激を受けたという。彼のビジュアルの原点はこんなところにあったのだ。おばあちゃんの仕事ぶりを間近に見て育った彼は高校卒業後、六本木にある美容学校に入学。ここでヒデは鋭いビジュアル感覚を発揮した。美容師になってもヘアメイクさんになってるとしようし、ヘアデザインになってると思います。そういう感覚ですか。それは良かったです。とはいえ、その時はあくまでプロのミュージシャンを目指していたヒデ。しかしそんな彼も社会に出る頃現実を知る。ヒデ20歳の年、所属していたバンドがついに解散。彼は好きな音楽の道で生きていくことを諦め、美容師として社会に出ることを決意した。ところが一本の電話が彼の運命を変える。決めたのは当時別のバンドのリーダーであり友人だった YOSHIKI の一言だった。 X のヒデの歴史がここから始まった。初めは苦労ばかりだ。しかしみんなで一つの夢を追いかけていたあの頃、ヒデはそんな生活が楽しかった。5年後彼らは夢を実現させた。それはまさにロックとファッションを結合させた全く新しい音楽ジャンル、ビジュアル系ロックの誕生であった。ビジュアル面でファンからの絶大な支持を受けたヒデ。しかし彼の人気の理由は他にあった。あったかい人で、やっぱり周りの人のこととかすごい気使ったり、気遣いみたいな、心遣いとか、すごい優しいです。ヒデの最大の魅力、それは誰に対しても変わらない優しさだった。ファンから送られてきた手紙はもちろん、インターネットのホームページへ送られてきたメール全てに目を通し、必ず自らサインも添えて返信していたという。またヒデは大の子供好きでも有名だった。以前難病の少女を見舞った時、骨髄バンクの存在を知り、自らドナー登録、その候補に一役買ったこともある。音楽分野でも積極的に若手のバンドマンたちとも交流を図り、その面倒見の良さは業界でもよく知られていた。ヒデを慕う後輩たちは語る。最初からもうビールついてくれたりとかして、すごい優しい人 でこの人なら信頼できるかなって思っ会った瞬間に思えちゃって、本当になんかいい兄貴っていう感じでした。 XJAPAN 解散の翌日、ヒデはソロ活動を大々的に告知。休む間もなく前に走り始めた。そこには無限の可能性が広がっていた。しかしあまりにも突然、誰もが信じられなかった。とぼけすぎだよね。とぼけて、とぼけて死んだ。とぼけすぎ、最後まで。楽しい計画がいっぱいあったんですけどね、一人で逃げたんだから。今日も見てると思いますよ、今日のイベントもね。もうお盆だから見てますよ。時代を駆け抜けたヒデ、彼は一体何を残したのか。ソロデビュー後、 XJAPAN とは全く別の音楽を追求しようとしたヒデ。そこには彼が少年の頃に目指したロックがあった。そして彼の実力と音楽性の高さを周囲に見せつけた。彼がね、守ってきたものをね、一緒に守っていきたいし、彼がその音楽の中で表現したかったことは僕らがやっていかなきゃいけないかなと思ってます。この秋予定通り、ヒデ with スプレッドビーバーのツアーが始まる。やっぱ少しはついてっちゃおうかなとか思ったこともあったけど、それだったらヒデちゃん悲しむって思って、なんか生きるのは自分たちなんだなっていうのがすごい伝わってきた部分があった。ありがとうございますですよね。ヒデさん通じていろいろ知り合ったこととか分かったこととかいろいろあるから。頑張れよ兄。
ぱりも33歳というとちょっと本当に突然のことで早すぎるという気がそうです ねしますよね、うんうん、今日は実はですねスタジオにヒデさんが初めて、メジャーデビューさせたバンドゼペットストアの皆さんがお越しくださってます、そしてですね、ヒデさんの感性を受け継いだステージを見せてくれることになっています。いよいよますますヒデさんに見てもらいたい時にこんなことになって、なってね、その時やっぱりショックでした。っていうかね、あの亡くなるちょっと前まで一緒にいたんですよ。あ、うん、だからもう全然そのなんかあの世間で流れてるような感じのものっていうのが、うん、もう嘘だよねみたいなものしかなくて、うん、ひょっとしたらその辺から出てきそうな感じがまだあるんで、うんうん、でも玉さんから見ていかがですか、ヒデさん。いや、やっぱりあのこう細かい方なんでしょうね、神経の、うん、こう自分で苦しんで自分を痛めてみたいなね、うん、すごいんだなと思って、若いのにね、うん、私らちょっと 80% ぐらいでいいなと思うようなことも 100% しなきゃ気が済まなかったんじゃないんでしょうか。これあの社長とかは会ったことは、でもすれ違ってお疲れ様ですとかそういう感じ。あ、それぐらい、うん、そう、喋ったことはないねんな、うん、でも喋っときゃよかったと思うよ、ほんまに、うん、でね、いろんな事柄に自分の考えとか意見をちゃんと持ってる人やったよね、うん、そう思ってましたね。でそれを聞かれたことに対してすごい一生懸命に、うん、どんな話振ってもちゃんと自分なりの答えができる人やったな。そうそう、偉いと思う、うん、もうかっこつけてなかったですね、うんうん、じゃあ社長、そのヒデさん、はい、まだ早いですけども、超殿堂入りは、ええ、超殿堂入り決定させていただきます。決定。急ぎすぎた人生の終止、しかしヒデの生き様から多くの若者たちが数えきれないメッセージを受け取りました。いよいよですね、とっておきのスーパースター、もう鳥を飾るスーパースターです。